源田君はもうちょっと感動しました。相当痛かったと思うんですけど、2000アンダー打たせてもらったんで、山本浩二さんに。野村博物館みたいな感じで、篠塚さんに憧れて、岡田さんには申し訳ないんですけど、うん、アスリートアカデミア、学長の岡崎薫です。今日のゲストは、元広島東洋カープ監督の野村健次郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もうご無沙汰してます。ご無沙汰です。本当にご無沙汰って、多分こうなんていうかな、あんまり話はしたことないけど、あったのっていうのは、正確に言えば多分広島の監督で、はい、僕が多分巨人のヘッドコーチで、その時に試合の時にこう、まあ、お見かけしてたっていうか、もうそれ以来じゃないかなと思うんですね。はいはい、だからもう何年、監督は何年まででした？5年間やられて。5年間なんで何年前？ 10年ぐらいから。そうですね、5年8年8年8年9年ぐらい前ですかね。10年。あ、はい、そうですか。変わりませんね。いえいえいえ、もうそんなことないですいや、もう僕はもうあれです、もう岡崎さんはもう子供の頃から同郷なんで、僕らが野球少年の時にね、甲子園に出られてる姿をすごく見てて、ピッチャーやったりショートやったりして、すごいバッターだなーって思いながら、ずっと憧れて、いや、で、まあ、ジャイアンツにね、指名されて、はい、僕らが聞いたのは、長嶋さんが大分まで来て、ぜひジャイアンツにっていうのは、なんか、まあ、生まれは大分でちょっと南の方なんですけど、そこまで噂がこう流れてきました。いや、ありがとうございます。そんなこと知ってまあ、それはまあ事実なんです。僕は本当に大学に行きたくてですね、はい、で、まあ、今みたいにプロ志望届みたいな、そういう制度がない時で、うん、もうスカウトの人に断って大学に行きたいって言ってて、その中でジャイアンツに指名されたもんですから、生意気にもジャイアンツをちょっと断ってて、あ、それで長嶋さん来られて、もうこっちがお手上げみたいな感じになった、まあ、そうですよ。長嶋さん仕方ないよね。いや、もう仕方ないと思いますねもうそこで断ったらね、ちょっと大変なことになるもんね。いや、断れないですね。断れないですよね、はい、いや、でも本当に大分県って最近よく、この前 WBC でもね、甲斐君と源田君が、はい、そうですね、もう源田君はもうちょっと感動しましたね、うん、相当痛かったと思うんですけど ね、 そうね、ヒットも打ちましたしね、大体、大分はその、まあ、森下とか甲斐とかいい選手がいるんだけど、ショートがね、もうずっといいって最近よく言われてて、野村健次郎さん、そして今宮君、で今源田君、ショートがいい、ショートが大分県から育つって、実はその前僕もちょっとだけショートです。いや、もう知ってますもん。ちょっとだけ、はい、で、僕の前がね、内川の親父が鶴崎工業で、僕は野村さん年僕いくつ違うんですかね。5つじゃないですかね。昭和36年生まれです。僕41年ですから。日の湯馬、はい、はあ、そうか、5つか。僕の5つ上ぐらいが内川君のお父さんで。あ、そうなんですね。で、同じように僕も内川の親父はすごいやっぱ上手なショートで、あー、すっごい上手い人だなと思って見てた記憶があるんですよ。まあ、お父様はその後法政大学に行かれて、社会人に行かれてって、今大分の監督をね、はい、ずっと長年されて、そうですね、もうリタイアしてるんですけど、うん、で、まあ、佐伯って佐伯の出身じゃないですか、はいはい、大分でも、まあ、県南ってね、はい、下の方、宮崎、ほぼ宮崎ですね。そうですね、本当にこの前川崎健次郎君来てくれてお話ししてたんですけど、はい、本当に少ない人口の中で割合的にはものすごくプロ野球選手が出てると。そうですね、多いですね、はい、で、アナンさん、アナンさん、はい、アナンさんで、はい、広瀬君だっけ。そうです、カープの今2軍でコーチで広瀬君、はい、ね、で、野村健次郎さんと、まあ、川崎健次郎、あといる、なんか結構何人もいる。昔、いや、昔の選手に施設に入られた方とか結構いるみたいで、うん、うん、多いですね。今は佐伯出身でオリックスの佐野くんとか。ああ、はいはい、ああ、言ってた言ってた、はい、結構多いって言ってね、はい、で、今年うちの高校から入った古川くん、西武に、はい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 、佐伯ですし、はいはい、結構出てますよね。あの古川っていう選手、この前地元に帰って聞いたら、運動神経すごいんだってらしいですね。抜群だって言ってたね、はい、そういう風な山と海とそういう自然の中でしかないですそういう、まあ、バネというか、そうですね、野生的なね、はい、まあ、でもそういうのは、でも振り返ればですね、うん、やっぱり自然の中で体幹が鍛えられたりとかってあったと思います。そうだよね、よく言うよね、はいはい、昔の選手は
そうだってよく言う、その昔の中でもああいう佐伯みたいな、そのなんていうかな、立地条件っていうか、海があって山があってみたいなところで、はい、夏になったら泳いで冬になったら山の中駆けずり回るみたいな、そうですね、そういう環境っていうのがね、多分道が山道でも道がない道をこうショートカットして上がっていったり、うん、こう掴んでこう登っていったりするっていうところで、まあ、筋力がついたり、関節が柔らかくなったりとか、うん、体幹鍛えられたりっていうのは僕あったと思いますね。俺の後に道ができるってやつですか。いやいやいや、俺が歩いた後が道だ。そんなことはないですけど、いいでもこの前ね、僕は今大分ビーリングスでちょっと仕事をさせてもらってるんですけど、はい、開幕戦が佐伯の球場であって、はいはいはい、佐伯の球場に行ったらね、もう野村健次郎さんのこうなんていうの、ユニフォームやらバットやらいろんなそのトロフィーとか、ああもうなんか博物館みたいになってた。ええ、あれね、いやいや本当に、いや僕あれうちの実家にあったやつを、うん、もう邪魔になるんで、うん、市の方に持ってってみんなに見せてあげてくださいって。いやいやすごかったよ本当に、野村博物館みたいな感じで見ていただいてありがとうございます。見たことある自分で？ないです。まあ僕自分の家にも住んでる家にも野球のものは置いてなくて、うん、で実家はまあ父親とか母親とかが、まあ、楽しみにしてたんでずっと飾ってたんですけども、うん、ちょっと荷物が多くなったんで、うんうん、市の方に喜んでもらえるんだったらどっか飾ってくださいって言ったら取りに来ていただいて、なんか飾ってくれるっていうのは聞いたんですけど、うん、なんか最近の球場でなんか写メを送ってきてくれたりする人もいて、うん、はい、ありがたいですね。いやもうすごい、もう正面玄関入ったらバーンってあってね、いややっぱ佐伯っていうところで野村健次郎っていう人のこうなんていうかな存在っていうのはすごいんだなっていう。いやもうああいうのをね、まあ、現役の選手とかどん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 こうまたトロフィーとかね、うん、賞を取ったりなんかしてまた僕の次の代の人たちがどんどん残してくれるとね、また少年野球の励みになるんじゃないかなと。でも大分県も結構野球選手が最近も多いし、昔からこういい選手もたくさん、まあ、稲尾さんをはじめ ね、はい、そうですね、いるんだけど、迷宮界に入ってる人って稲尾さんと野村さんぐらい？大分はですね、誰、大島さん。あ、大島さんか、うん、はい、中津ね、はい、あ、そっか、大島さんか、亡くなられたけどね、はい、大島、じゃあ3人ですかね。すごいよね。監督された人は阿南さんと2人ぐらい。あ、稲尾さんも、稲尾さん、3人、大島さんもです。ああ、そうか、大島さんもか、はい、稲尾さん、大島さん、阿南さん、はい、野村さん4人、はい、すごいね、ダブルだもんね、迷宮界と監督と。すごい、僕は迷宮界も入れてもらったような感じなんで、2000アンダー打たせてもらったんで、山本浩二さんに本当にもう、ね、きつかったですけど。もうギリギリだったの最後。いや、もう現役、その2000安打打つ前にもうちょっともう体もちょっとしんどくて、ちょっとメンタル的にももうずっとレギュラーで出てた人間がやっぱり試合にこうでなかなか出なくなったりすると、うん、やっぱいろんな気持ちの葛藤ってあるじゃないですか、うん、でそういうのでやっぱりちょっとこう後輩にも変な姿見せたくないしっていう中で、まあ、やめようと、うん、あと100本ぐらいの時ですかね。もうあと100本の時、あ、もうやめようと思ったら山本浩二さんに怒られまして、うん、でそこでなんとかもうとにかく打つまで頑張れと、うん、もうその文句言うんじゃないと、うん、っていうので打たせていただいて、で打った年にやめました。へえ、でもそこから100本出てもなかなか大変だよね、100本打つって。そうですね、まあ、ずっとレギュラーで出てればね、出てれば1年で打てると思うんだけどね、はい、そうですね、だから、うん、そこからじゃあどれぐらいかかったの？2年ぐらいかかった？いや、ね、やめるって言って結局、残りが何本だったのかな。どうせやめるって言ったら打つ2年ぐらい前にもやめるって言って、うん、100ちょっとあって、うん、でそこからもう結局、まあ、その年で打ったんですかね、1年半ぐらいで打ったんですかね、うん、へー。まあ、この番組は最初の生い立ちの頃のことをちょっといろいろ聞きたいんですけど、はいはいはい、兄弟は何人ですか？3人です。3人、はい、姉と姉、僕と弟です。あ、じゃあ真ん中で。そうです。で小さい頃から野球とはどういうふうに関わってきた？野球はですね、スポーツ少年団といって主に野球なんですけど、あとは冬になるとマラソンしたりですね、まあ、サッカーしたりですね、うん、まあ、陸上競技大会に出たりとかいろんなことを やるスポーツ少年団、うん、野球チームではなくてベースボールチームではなくてスポーツ少年団っていうところに小学校1年の時に入ってから野球を
始めるようになりました。え、そんな組織があるの？今初めて聞いたんだけど。あ、そういう時代、そういうなんかあれあったですね。なんかその、いろいろやらせてくれるチーム。監督さんは野球を専門にやってる方ではなくて、陸上関係の人で、うん、まあ、野球もやろうっていうことで、まあ、基本的にはほぼ野球なんですけども、うん、あの駅伝大会出たりとかマラソン大会出たりとか、なんかその陸上競技でこう試合に出たりとかっていうのはやってました。うん、足はもう元々やっぱ速かった。いえ、そう、もうちっちゃくて細くて、走るの、遊んだりする、ボール投げたり走ったりするのは好きでしたけど、自分で速いなって思い出したのは中学校3年生ぐらいですね。え、でも小学校の時のさ、昔こう運動会とかあったじゃない。ありました、ありました。あんなの全部ぶっちぎり1位でしょ。もうやっぱりあの背が低かったんで、本当に僕でやっぱ大きかった人がいたんで、もう全然かなわなくて、ああ自分より速い人いっぱいいるんだなと思ってましたね。で、中学校から背が伸びたんで、うん、そこからなんかそれに伴って、俺足の速い人っていうのはもう生まれつきで、ずっとちっちゃい時から速いと思ってたんだけど、あ、うん、でもまあ速かったんだよね。でも体が大きくなって、そうですそうです、うん、はい、筋力がついてっていう、はい、そのスポーツ少年団小学校1年生の時に入って、はいはい、ずっと6年生までその少年団にいた。そうです、はい、で中学校は、中学校はもう、部活動の野球に入って、部活動の野球、はい、そこその野球を始めた時からずっと右打ちだったんですけど、中学校の時もずっと右打ち で、うん、で2番でバントとか打たないから8番で打っとけみたいな感じで野球。それ下級生の時でしょ。いえ本当に、はい、だから面白くなかったですね。だから守るのは好きだったんですけど、ショートはずっとやってたんで。ポジションはショートで、はい、打つのはね、やっぱり右で打っててなかなか非力だったし、うん、2番とかバントさせられたりとかっていうのが僕はなんか面白くなくて、で高校に行ったら左で打とうと思って、うん、それこそ僕はあの篠塚さん、うん、岡崎さんには申し訳ないんですけど、うん、篠塚さんが当時2軍で出始めで、うん、背番号37番だったかな、うんうん、だったと思うんですけど、そうですね、で篠塚さんに憧れて、うん、あの篠塚さんってあの高校野球の時に銚子商業で、うん、金属バット解禁になった年に一人で木製のバットを打ってたのを見ててすごいファンで、それから僕左打ちに変えて、僕も高校から見てた、その頃篠さん、はい、長商業のね、はい、サードだったんだよね。そうですそうです、うん、でもそこで見ても篠塚さんがその地元でなんか2軍の試合があったんですよ、ジャイアンツの再起で、はい、あったんですよ。あ、来たんだジャイアンツ、はい、だった記憶あるんですけど、それからもすごいファンで、なんか、うん、昔はなんかその選手のあったじゃないですか、なんか週刊ベースボールから出るベースボールマガジンかなんかが出る篠塚さんの特集とかって、うん、月刊ジャイアンツ的な、ね、はい、そうです、篠塚さんのポスターを貼って、うん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 、なんか一生懸命左を練習をしてました。でもあの当時の高校生とか、まあ、中学生とかは左投げ右打ちで篠塚さんってみんな憧れの的だったよね。そうですね、うん、まあその後になればね、一郎、でもまだ2軍の時にもう思ってたんでしょ。いや、あのね、篠塚さん1軍になったらみんなそうなるけど、はい、2軍の時に、2軍の時からもう僕見た時にこんな体つきでもプロの選手になれるんだって、すっごいキャシャだったんですよ、うんうん、そういうのもあったんですよ。はい、ドライチだからね、あの人。そうですよね、うん、だから篠塚さんにもお会いしたら、うん、僕の神様ですって言って、うん、あのいつも話するんですけど、俺もそう、篠塚さん、はい、憧れっていうか目標の人でね、はい、え、篠塚、その時はいくつ、中学生、中学校で、まあ、さっき言ったに中学校はずっと右で打ってて、高校に行く時はもう左に変えようと思って、うん、左で。じゃあ中学3年の時に、はい、例えば大分県内の、まあ、あの角城高校もそうだけど、はい、津久見高校とか大分商業とか、もう全然そんなもう引っ張られるみたいな、いやそんな、そんな選手じゃないですよ。だから右で2番とか8番とか打ってるんで、そんな全然なかった、うん、じゃあその中学もその大分県内で目立ったこう成績を出した中学ではなかったんだ。いや、中学での試合も、うん、その県体に出る大会っていうのは実質2チームなんで、うん、勝てばいけるっていうので負けて、うんうんうん、いけなかったんですよ。じゃあ中学自体もそんなに野球の強い中学ではない。あ、でも野球選手は結構揃ってたんですけど、なんか負けちゃって、うんうん、ライバル校に負けちゃって出れなくて、うん、で、ああと思ってたら、それこそ走るのが速くなってくる時だったんで、うんうん、県体に大分に一泊できるから陸上部から借り出されて、うん、
で、あ、じゃあリレーですか、 100m ですかって言ったら、いやいやお前陸上なめるなよとかって言って、お前みたいな選手いっぱいいるよとか、陸上じゃないよリレーでもないよって、え、何ですかって、高跳び出てくれって言われて、高跳び、高跳びで